ます。ありがとうございました。会議であった。さあ、本日この場に発散取る賞は、わしが細川家筆頭家老、松井沖縄と申しまする。わしが加藤清正様の家臣、飯田革命名を掲げと、祝い、神戸にて、平の清盛900歳祭典、どういった催しを展開されるわけでございます。その一環として平の清盛900歳祭、仙台、熊本、神戸、震災復興の絆プロジェクトと題しまして、この場に馳せ参じていただいたわけでございます。皆様方の中にはすでにされた方もおられるとは思いますが、先ほどまでは教会の入り口に、加藤彦の神清正である。不全国小倉城城主細川忠興と申しますね。彦国宇都城城主小西行長と申します。薩摩島津家第十七代当主島津義弘である。筑前福岡黒田家藩黒田官兵衛義高。肥前国大村藩初代藩主大村義明と申しまする。改めましてわしが細川家筆頭家老松井沖永と申しまする。加藤家筆頭にて加藤家三傑の一人飯田革命名を掲げでござりまする。拙者小西行長公家家臣南条元清と申しまする。熱き思いをこの胸に、我ら桃戸城もてなし別所の隊さあ、さあここに集いし皆よ、大きな挨拶を交わしてまいろう。行くぞ皆の衆、こんにちは。今一度行くぞ皆の衆、こんにちは。よき声にござれ。さあ横の者もな、共に元気を出してまいろう。この度雨の中城西来園誠に大変である。まずはここに集いし皆々に我々のことを知っていただきたい。南條、改めまして我々熊本城おもてなし武将隊と申し、今から約400年前、この日の本がまだ戦国の世であった安土桃山時代を生きた物の集団でございます。当世によみがえり、ここにおられる熊本城初代城主加藤清正様を筆頭に計10名の陣形にて、ここ桜の馬場城西を拠点とし、お声がかかれば全国各地へ馳せ参じ、ここ熊本の観光魅力、thank you.
客しまごとにかたじけない。されどここ神聖空間、これよりもっと盛り上がってまいる。先ほどな松井殿と各部も申したように、こたびは神戸より我らが同志神戸清盛隊の方々がやってきてください。